はいどうも、サスノです。今回は皆さんへ一つ報告しておきたいことがありまして、問わせていただきました。長いことね、自分の動画を見てくださってる方はわかるかもわかりませんが、こちらの水槽、親にらみが住んでおりました。ちょっとね、原因が不明なので、皆さんにちょっと分かる方いたら教えていただきたいんですが、にらみくんの方がね、ちょっと亡くなってしまったんですね。前回にらみの動画を上げた時ぐらいですかね。あの時も軽く、初期段階のおぐされにかかってたんですけど、まあ、それはそれですぐ薬浴して治ったんですわ。まあ元々がね、なかなか丈夫な子だったんで、まあそこら辺はすぐ治ったんですけども、そっからね、原因がちょっとよく本当に分かんないんですよ。こうじゃないかなって分かる人いたらぜひ教えていただきたいですよ。まあ今後のこともあるし、まあやっぱりね、大事なお魚さんをなくすっていうのはね、何回やってもショックですよね。おぐされって何かこう合併症的なものでなるのかわからないですけど、何か要因があったのかもしれない。で、薬浴から通常水槽に戻す際のこのシビアなね、シビアなっていうか、もうすごい神経質になって戻すじゃないですか。水もだいぶ違いますからね。あれもかなり慎重にやったはずだけど、そこでもしかしたらこうダメージポイントがあったのかもしれないとかね。あとね、外壁工事始まってたんです、あの人はね。にらみって物音にすごく敏感だったんですね。そこで何かのストレスを感じてしまったのか、ちょっとわからないですけど、それがかなりでかいのかななんて思ったりもします。水質はね、あの当時はものすごく神経質に調べてたんで、そこは大丈夫かなとは思うんですけど、わかんないんですよ。まあ一つ言えるのは、前日最強に餌の食いつきが良かったですね。まあいつもなんですけどね。なんでね、わかんないんですわ。体調が悪くなってくる、体色が悪い、ご飯を食べない、ヒレを畳んでるなどなどあったらサインじゃないですか。お腹がパンパンとかね、うんちが出てないとか、そうだね、変わってなかったね。内的なのかストレスなのか、まあいろんな要因出てきちゃいますからね、ちょっとわかんないんだな。なんか知恵を貸してもらえると嬉しいです。で、今後のこの水槽なんですけど、今はね、食べ残されたメダカと食べ残されたエビたちが繁殖しつつあるんですね。で、レイアウトもちょっとあのままだと寂しかったんで、自分ちょっと変えちゃったんですよ。今はね、エビとメダカ水槽になってます。またね、ちょっとこの水槽に関しては考えたいと思います。ちょっとエビとメダカだけかな、しばらくは。だいぶね、気持ちはまあ落ち着いてきましたね。
はい、というわけで今回はちょっとあまり嬉しくない報告ですが、動画見てくださる皆さんもね、南くん可愛がってくれたので、これはね報告しておかないと思って報告させてもらいました。はい、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。